埼玉西部消防組合とは、埼玉県所沢市、入間市、狭山市、飯能市、日高市の都市により組織された一部事務組合である。消防広域化に伴って、所沢市消防本部、埼玉西部広域消防本部、入間市消防本部、狭山市消防本部を統合し発足した。消防車両に関する参考文献、消防年二2020令は2年版。 反応日高消防署いなり文書近隣自治体の境界付近で発生した災害に対して迅速に活動できるよう隣接する消防機関と消防総合応援協定を締結し日頃から近隣市等で発生した災害へ出動しているなお総合管轄の境から500メートルが応援協定範囲内である職場で同僚のウエストバッグ盗んだ消防職員 埼玉西部消防局が停職処分に一部なくなっていた現金は全額返金。埼玉新聞2019年3月23日。2020年9月8日閲覧。消防職員に対する懲戒処分について、埼玉西部消防組合2019年3月22日。2020年9月8日閲覧。防止宣言出した本人が消防局長に、 複数の女性職員からセクハラの訴え。読売新聞2020年8月1日12時50分。2020年9月8日、閲覧。消防局長が複数の女性職員にセクハラか、開国処分埼玉所沢。NHK ニュースウェブ2020年7月31日22時37分。2020年9月8日閲覧。ありがとうございます。